はいおはようございますキャプテンスのバイブルトークです、えー、今日は一月七日木曜日ですね民数記の三章結構長いです一節から十三節細かくまた刻んでいきますけども、えー、これですねもうちょっと見てみましょうか主がシ,シナイ山でモーセと語られた時のモアロンとモーセのケ図は次の通りであった アロンのコラの名は長子ナダブとアビフとエルアザルとイタマルであったこれらはアロンのコラの名であって彼らは油注がれて祭祀の職に任じられた祭祀であったしかしナダブとアビフは市内のアラノで死の前に異なった日をさげた時死の前で死んだいきなりすごいですね彼らには子供がなかったそれで、えー、そこでエルアザルとイタマルは父アロンの生存中から祭祀として仕えたということでいきなりもういきなり問題ですよねこれから準備なのに でこれね結構あれでしょうね聖書の中でサムエルの息子もダビデの息子も確かバカ息子が多いんですねあの、まあ、ここではアロンの息子ですけどもで異なった日を捧げちゃげた祭祀なのに異なった日を捧げたってあるんですけどもどん何が異なっているかというと例えばあの、まあ、可能性として一つ目は主の祭壇からの日じゃなかったっていう じゃないかとこれレビキの16章12節に書いてあ,るあの主の最大からちゃんと正しい日をなんかその辺から持ってきたのか知らないけども町で吸ったのか知りませんけどもそれがちょっと違ったと。もしくは大祭司以外大祭司はあるんだけですから大祭司以外やっちゃいけないことを俺たちでできんじゃねえってってやったの可能性があるこれはエジプトの30章78に書いてあるとでもう一つこれはちょっとねあのかなりこうなんだろう 推理というかね、あれなんですけどもお酒飲んでた可能性があるとこれレビキのね10章の旧説に「酒飲んでやるな」って書かれてるのでこの後にねだからこの時にこの息バカ息子2人が酒飲んで酔っ払った勢いで「おちょっとやろうぜ」って言ってでった可能性もありますとまあでも諸説ありますっていうことね。えー、でここからね何を思うかというとねやっぱ「祭祀の責任」 でねやはりすごい、だって死ぬことは殺されることないじゃんと思うかもしれないけども、祭祀の責任っていうのは重いんですよ。だから私たちは万人祭祀とか言ってね万人祭祀だから、なんて言ってる、喜んでる場合じゃないのかもしれないですね。責任があります。もちろん、素晴らしいことなんですけど。で、五節からレビートの務めが出てきます。レビ部族を近寄らせ、彼らをアロンに付き添わせ、彼に仕えさせようと。レビ族の役目というのは、 えー、このね「会見の天幕」あのー「神様の臨在がある」これも説明しなきゃいけないんだけどね本当はクリスチャンじゃない人には「んじゃこれ」だっけっつってもうこれ、ね、一応これクリ,クリスチャン向けなので「えー、幕屋」「神様の臨在がある幕屋」「その幕屋の奉仕をするための、えー、部族である」と。で「アロン」がトップ大祭司ね「でアロン」についてそういう仕事をしなさいよっていうことが書かれています。 で会見の天幕のすべての用具を守りイスラエル人の務めを守って幕屋の奉仕をしなければならないと。でイスラエル人の中から正式にアロンにあてがわれただからアロンのサポート役としてレビ人レビ族があると。3、えー、章10節あなたはアロンとその子らを任命して、えー、その最初の職を守らせなければならない」「他の人で近づく者は殺される」っ、まあ、出てきましたね。 殺されます。あのー、間違ったことをするとねパワハラブラック企業みたいですけどもでもこれ聖なるこれ、ね、ホーリーネスカドシュヘブル語でカドシュですけども聖なるものの責任というものさっきもね「大あの万人祭祀」もそうだけども責任というものをやっぱりね、えー、すごく強調していると。で「十一節主はモーセに告げて仰せられたと。 で今度何かと言いますと私はイスラエル人のうちで最初に生まれた全てのウイゴの代わりに今これからイスラエル人の中からレビビトを取ることにしたレビビトは私のものであると、えー、ウイゴというのは長男ねレビビトはイスラエル人の中の長男であるとだからそれは私のものウイゴは全て私のものだからである、えー、エジプトの国で私が全てのウイゴを打ち殺した日にこれエジプト人のウイゴね あの私は人間から始めて家畜に至るまでイスラエルのうちのすべてのウイを私のものとして生物した彼ら,の私の彼らは私のものである私は主である出ましたねええー、彼らは私のものなもう何でもえもう家畜から何まで長男は私のものですとこれあのなんでとか聞いちゃダメなんですね理由はとか言っちゃいけないんですよ理由は 私は主であるってね。えー、これタイトル、あの、私ほら今年のこれタイトルね、荒野塾のしましたけども、この理由はね、この元ネタが漫画で、えー先ざ、先駆け男塾ってあの漫画があって、これ好きな人は好きなんだけども、おじさん世代ですよ。えー、で、おじさん世代の話題でもね、あの、もう別に、あの、そのままいきますので、で、面白いですよ、本当に。で、そこでね、 男ばっかり出てくるんがで絵をこの辺に出てると思うんですけども江田島平八っていう名物塾長がいるんですけどもえそのねセリフ名,名セリフがそれが何かと言いますと「わしが男塾塾長江田島平八である」っていうセリフっていうかそのセリフしか言わないと言ってもいいんですけども。 そのセリフ一括であらゆる。ことが解決しますであの最近っていうかねそのゲームではねそれがねあの塾長のそのセリフが必殺技になってます。わしが男塾長江田島平八であるっていうとだから技が発動するっていうねそういうやったことないですけどもそういうのがある。でこれって誰かに似てんなと思ったんですよ。あもう神様はそうじゃん私は主である。ね、あとモ、えーセンとか現れた時には私はある。 私の名前は私はある「アイアムフーアイアム」ですよ。もうそれですべて解決。ね。してエジプトの3章14説塾塾。もう怖いし時々わけわかんないけどあの私は主であるですべて解決。そして「アラノの旅」でこれほど頼りになる塾長は他にはいません。ね、いないですよ、えー。ということで。 えー、この少々強引なところもあるけども私は主であるで全て解決する、えー、この塾長とともにこれから荒野塾がスタートしていきます。えー、それではまたごきげんよう。